南あわじ市では子どもたちに夢を持つことの大切さを知ってもらおうと、オリンピックで金メダルを獲得した世界最強の兄弟を招いて特別授業が行われました。今日、南あわじ市立沼島小学校と沼島中学校の合同で行われた特別授業の講師を務めたのは、去年の東京オリンピックで兄弟揃って金メダルに輝いた柔道の阿部一二三選手と阿部詩選手です。南あわじ市の小中学校では夢プロジェクトと称して、努力することや夢を持つことの大切さを知ってもらおうと、年に数回スポーツ選手や文化人などを講師として招いた特別授業を行っています。授業では兄の一二三選手が試合に勝つための心構えを伝授、また妹の詩選手は柔道部の男子生徒を相手に世界一の投げ技を披露しました。スピードがめちゃめちゃ速くて、今まで、受けたことないコンビだった。めちゃめちゃ良かったです。その後は質問コーナーも。どうやら柔道をできたんですか？自分自身が、夢というかそういう思いになってもらえるならすごい良かったなというか、小さな小学生、中学生にそういう夢だったり希望だったりっていうのを与えられる機会ができて、またお話しする機会ができてすごく良かったです。2人は2年後に迫ったパリオリンピックで連覇したいと決意を語っていました。